やっぱですね、うん、忍び寄り方とか、うん、擦れてないところとか、手前がやっぱ擦れとるし、で奥行ったら結構上出てきて逃げんしとか、あとは風向き、そこまで考えて、何よりも一番大事なのはかけた後の上げ方、かかった瞬間上に上げる動作がものすごく難しい。難しい。ガタの上に行くのかける。おお、おお、わ、すげえすげえ。おお。ナイスキャッチね、すげえ。ちょっとそれは動かさないで。これから練習で。あ、練習なわけだいね。まずね。竿長かね。投げて、当てて倒します。竿の付け根を足の付け根に置いたら楽にできるけど、そして今度はブランコを押すように下に投げてやる。絶対高いマント。だってゴルフボールやろ、そう。頭にこっちはつった。針よりマシや。針よりマシ。針やったら大怪我だ。まあ怪我した人はいない。あ、おじゃねって。へえ。ちゅうことは同時な人だ、あそこにおるわ。頑張れ。さあ倒せない。すごいな、全部倒したんですよ。すんく倒した。すんく頭にぶつかりながら。絶対痛かったと思う。これでゴルフボールやもん。こっちはつったよ。おお。おーし、近い、見たいですよ。はい、分かってきたよ。おーい、倒してみよう。はい、おーい、おいお、ステップ2。実際するのは座ってすると。おお、ぶつけてば。きた。あ、惜しい。きた。おい、照準今はペットボトルけど、次はムツゴロウに投げたい。立ってして、座ってして、ムツゴロウですわけだよ、今度。あ、はい、ワラスボ何も取れんやったっすね。そういえば言わせほしか。俺たち取ったけんね。物を見つけたらここに取るけど。二人とも、はい、もう終わったことや。本番これは。今から本番やけ。ガチで勝負しよう。言ったけん。おお。言ったけんね。負けるよ。初めから負けるよ。もういじでもね。いじでもね。もうかわいそすぎる。私めはじゃあハンディで皆さんのしてる動画をアップして撮りますので、はい、ヘッドカメラでちょっとキナスンコンビすぐキスカイ買ってこよう。大丈夫ね。大丈夫です。じゃあリベンジしておいで。リベンジさせてください。分かった。なあ、スン君ほがすけんさ、絵の取れんけん困っちゃうね。そういうでしょ。おいもそれもそれも思ったばってんが、おいも取りたかったですよ。わあ、おもり本物はそういった。おもり見して見して。こいだがじゃすまんやろ。あ、返しついたなんだね、やっぱりね。返しがついてるんですね。あ、ピーライン。あ、こわやりだ。いや。P ラインのガワヤフトが打てる。 P の太かやつだってシンプルな仕掛けね。さあ、スン君、名誉挽回、お名誉挽回しておいで。さあ、二人組よかった、追いかんで。いつかも木根さんがね、ずっとね、このムツかけをしたいと言ってるんです。いろいろしよ、いろいろしよ。お、いったあれ、戻ってきた。足のやっぱゴツかも。ガバヤ足のゴツか、名人。ほら、ガバヤゴツか。オリンピック選手とか結構ね、背がかっこきいしてるけど、ああいう人こそ足早かと思うけどな。これね、でも面白か。あの、めっちゃくっちゃこいのガタとか入らんけんが、ものすごく楽しかったと思う。名人のとね、マジすごかっけん。ほら、
ガタのウイトとさね、綺麗に滑り寄ろうがシューンシューンってほらめっちゃ軽かも。それに比べてドロブネームね。なんか怪しくシュリカと違うわ。向かいそれ上手。また取れと。すげえ。また取れと。ボトボト取れるじゃん。これスン君じゃなくて名人の頭につけたかもしっか。これ名人のためにつけるべきやろ。ヘッドカメラ OK。 これ取れとんもん。すげえ。あ、ベラいっぱいよ。あ、ベラ多いやん。え、ベラ多いやん。すんか、目の前さっき練習したとない方違うやん。すんか、なんその竿の使い方。ベラうまい。ベラうまい。うまい。一体何匹取れよっと。ベラうまい。このペースよ、ずっと。なんか見よって痛々しかね。さあ、二人のヘッドカメラで撮るとこと見させてもらいましょうかね。強いね、やっぱ。よっしゃー、これはいいサイズやろ。見てくださいよ。うおー、ムツゴロウギャオ。ここワラスボタンあんま変わらんことなんか、歯のついてんの。あ、結構おるおる、いっぱいおるね。でもめっちゃ逃げるやない。え、めっちゃ逃げるってけど、え、かなりの距離感ない？え、これ結構さ、すぐ逃げ？やばい、俺まずい、あかん。うわうわ、もううわ、外れた外れた。うわし、あー、また外れた。もういい、もうなんか嫌だ。くっそー、もうおいつらんばやばかやろうで。いじでもね、もうかわいそすぎる。
あいつは俺に取られるためにあそこにいる。ああもうダメだ。もう腐れそう。かわいそうな人だ。かわいそうな人だ。なんかプルプルしよう。どうやってかかっきのせん。こういうところでしじってやろうか。パソコンで見られている方は四角い枠のチャンネル登録、スマホから携帯スマホから見られている場合は画面の下の方赤いチャンネル登録のそこを押してください。チャンネル登録お願いします。